はい、本日使った餌を紹介したいと思います。まずはバラケマッハを 300cc ですね。まあ軽くてばらける餌、熟としてマッハを使ってます。あとなんか最近の傾向として僕的にはちょっとアライフが入ってた方がいいイメージがあるんで、ジャミ対策とかにもなるんで、スゴフをいっぱい、そして最後にまとまり感と、まあ棚に行って開く朝棚1本、3倍いっぱいいっぱいですね。それに対して水が 100cc と、ここで軽く混ぜてもらって水を 100cc と、で、よし、こんな感じですかね。ちょっとボソに仕上がるんで、まあ、初めはこれから打ってもらって浮きの動き見ながら手水を打っていくんですけど、今日のムサシだと、まあ、柔らかく団子タッチにすると反応が極端に悪くなるんで、ちょっと浮きの動きは大きくなっちゃうんですけど、ボソを残して釣った方がいい感じがしました。こんな感じです。餌は結構エアが入ってた方が、これが一番ばらける状態なので、これをまあ軽く打つと、あんまり圧かけないでやると多分浮いてくると思うんですよね。こんな感じですかね。こうエアが噛んでると、でこれをその浮きの動き見ながらちょっとこう圧のかけ方で結構自由になる餌なんで、今これ手水打ってないでこう圧かけただけなんですけど、これを手水打てばもっと入りは当然良くなりますし、でもなんか今年っていうか今やってる感じだと、なんか柔らかくてその品のいい餌っていうか、その団子にも食わせてやろうと思って団子タッチにしていくと、ちょっと今のところ動きが少なる傾向があるのかなっていう感じがするんで、まあ初めはとりあえずボソ餌からスタートしてもらって、まあ徐々にその手水を打つなり、エアが入った状態で圧をかけるなり、結構自由になる餌なんで、ぜひやってもらえたらと思います。これ今作った不形のバラケなんですけど、朝やった粒系のバラケも紹介したいと思います。まずは粒が100、ここにまあ粒の餌をつけやすくと、あとまあこれもやっぱり開きが自分は好きなんで朝棚1本、これを50、あとさっきも言ったんですけど、傾向としてちょっとアライフが入ってた方が自分的にはその魚の反応がいいと思うんで、最近はセットガンを使うようにしてます。ここで水が150ですね。これで150、これでしばらく放置ですね。この時期だと5分もあれば大丈夫だと思います。で最近なんですけど、今までだと、まあ、トロスイミか細粒を、まあ、今の配合で言うと50ぐらい入れて、まあその重さをつけて、あとはその棚でちょっとこらえてくれるようなこうイメージで釣ることが多かったんですけど、最近僕トロスイミとか細粒とか入れる機会が結構少なくなって、こうなんでかっていうと、こう棚にこうバラケをクッと入れて、そこであんまり抱えさせない、これがいっぺんにこう弾いてくる感じ、餌がバッとこう下に
落ちる感じ、つうかワッと落ちる感じで入れたものがチリチリじゃなくて入れてうーっと返させる、でこっから下っ張りが入ってくるみたいなイメージにしたいんで、最近は意外にそのトロスイミとか砕流を、まあ、特にカツ系の場合だと入れることが結構減ってるんで、まあ、これがメーターだったら少し入れた方が、まあ、重さもついて扱いやすいとは思うんですけど、今日なんか水面なんでその浮きが入りにくいってことはないんで、あんまり餌自体は重たくしたくないっていうイメージもあって、砕流とかトロスイミは入れないでやることが今多いですね。今給水させて5分ぐらいなんですけど、もっと初めボソで餌を作っときたいなと思ったら、僕だったらまああと5分ぐらい待ってもいいと思うし、まああんまりボソはちょっと開きすぎてって、まあ、状況が分かってれば、まあこの段階で入れた方が餌的にはそのまとまりやすいんで、まあ、その辺はその時その時の状況ではいいと思うけど、初め分かんない状態だったらもう少しこの時間待ってあげて、もう少しボソに仕上がる餌からスタートした方が、まあ、僕ならそうしますね。でこの段階で GTS を100、これは軽いオフなんで、なんかその棚にこう餌がなんのとどまってくれるようなイメージ、あとこのマッハはその縦ばらけじゃないけど、まあ、ばらけ性が強いんで、まあ、軽くてばらけるっていうので、かっつけのこういう釣りにはほとんどマッハは入れてるかな俺は。こんな感じですかね。餌の付け方なんですけど、まずこの粒系のばらけの時は、その自分は針必ず上から刺すんですけど、まあばらけが抜けてからのあたりも多く出る釣りなんで、ただこのボソをそのつけるのって粘りがある餌と違って結構難しいと思うんですよね。こうやるとエア抜けるし、それを浮きの動き見ながら、今の状態だとこのくらいかなみたいなのをこの指の感覚で覚えてもらって、ある程度ここでその形整えたら刺して、あとはこう地元だけ押さえてるような感じでつけることが多いですよね。抜き始めたらいっぺんにこうばらけが抜けてほしいんで、チリチリじゃないんで上から刺してつけることが多いですし、こっちの不景のばらけはその粒系よりはやっぱ持たせる意識でつけてるので、まあ自分は上からでもその何だろう、今上から刺しましたけど、別にこれを粒よりは全然つけやすいそのタッチなので、まあ団子っぽいような持ちがいいようにしたいんであれば、こう団子っぽくこう丸めて針クッと入れて、この地元のところで巻いてくるような感じで、餌作りは個人個人でね、両手でつける人もいるし、人それぞれだとは思いますけど、やっぱセット釣りなんで、その馴染み幅の調整がまずはできるようになる方がまあいいと思うので、それがやりやすい餌の配合になってると思うんで、まあ、ぜひ試してもらえたらなとは思います。食わせなんですが、食わせは今日簡単を使いました。ノーマルの簡単ですね、サナギとか入ってないやつですね。これを 10cc に、水が 10cc です。で今簡単作ったやつ絞ってみますね。このぐらいので、これ今日針はバラサの2なんですけど、こんな感じですか。